ーの、こんちゃす。どうも、なこみでーす。こうくんでーす。なこなこです。はい。はい。どういうこと？はい。間違いない。なんで、はいやね。5ヶ月目やと思う。間違いない。はい、はい、ということで、はい、今日は、おじゃん！こちらを使って、こうくんの耳にピアスを開けたいと思います。イェイ！やれ、初めてやんな。俺もうピアス少女やから、ピアス童貞、ピアス童貞、ピアス童貞やからさ。で、まあこうくんが、うん、まあ、ずっとピアスを開けたいって言ってて、ちょっと興味あったかなみたいな、で今日ドンキ行ったら、うん、たまたま見つけたんで、まっすぐ買ってきました。ドンキ行ってたまたま見つけることないから、もうそれ探しに行ってるから、いきなりステーキみたいなのに言われて、いきなりピアスさ、いきなりピアスさ、いやないから、もう探しに行ってるから。なごみがやるんやろ。そう、それ怖いんやけど、病院行ってやってほしい。ちなみになごみも、あの、開けるの少女、開けるの少女開けたことない人のピアス、まあ、とりあえず開けていきます。じゃあお茶だって。でポテトもさ、今日買ったやん。うん。カリンちゃん、あ、カリンちゃんも開ける。そうそうそう。いや、カリンちゃんもここさ。カリンちゃん負けないでしょ、負けないに。じゃあ今ポテトはちょっと泊まりに来てて。いいや。そのノリでちょっと。開けてもらい、開けてもらい。そう。水戸くんが開ける。俺が開ける。いいや。どうしよう。俺は童貞やで。カリンちゃんも開ける。どっちの意味で。全部童貞。全部やん。まだ全部0歳児や。じゃあ、じゃあ。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。久しぶりの登場やな。No。 もうほんまに週1めっちゃ合ってるけど、週1でお泊まりしてるよな、うん、昨日も泊まってたし泊まってた。週2やもん。今日何、3日目やんな、一緒におんの。そうやね、常に一緒おる、ずっと一緒におる。てか、かりんちゃんも今日買ってたんですよ、うん、ピアスを。そう、開けたいって言ってて、やから、そうやったらもう今開けちゃおう。かりんちゃんもな、怖いってずっと渋っててんな。そうそうそう。もう俺がもう今日開けるってなったから、かりんちゃんもちょっと巻き添え食らわして。そうやな。そう、なんでミスとな。いけるか。めっちゃ嫌や。いや俺も嫌やし、そんなこう食い文句言っちゃ俺も無理やし。ミズト君はほんまに下手くそそう。やめくれる。ちぎりそう。じゃあとりあえず、はい、開けていきたいと思います。よし、行こうか。全然聞いてなかった。怖いな。痛いんやろ。でもはい、まず冷やさなあかん。冷やしたら多分痛くなくなると思うねんの。すやん、怖い。結構で、結構でもピアスターで飽きて痛いみたいな言うてる人とかおるからさ。え、でも中身3つともピアスターやってそんな痛くなかった。ほんまに。うん、中身ちゃん強そうやもん。え、針無理やで。針無理やけど、なんか、でもこれしかも耳たぶんでもさ、あれ太さとかあるの変わるんじゃん。うん、副耳じゃないかな。違う。どこら辺に開けたい？自分でさ。え、どこなん？わからんって。え、だいたいあるやん。え、ここら辺ちゃうん。あんなってか。こんなんこんなんやんね。でもこの間どこでもいいよみたいな感じになった。でかんせんといて。だいたいだいたい。許容範囲広がった。これ秋にいらんやんね。下のとこに。あ。今足まで行ってもらう。じゃあもうあとは任せてくれ。ちゃんと2択や。任せる任せる。だいたい分かるやろ。なるほどなるほど。最初はいけるやろとか思っとってんけどさ、うん、なんかほんまに予防接種の時みたいにちっちゃいけど。え、めっちゃ怖い。3秒で終わるからね。怖い。3秒長いよ。いやいやみたいな。ブチみたいな。間違えない。大丈夫、なんか違うこと考えといたらいいって。え、ガチ注射の時もそうしてる。どんなやった？俺やった時どうしてたの？めっちゃ痛かった。めっちゃ痛かった。痛い。え、マジで痛くない？一切痛くない。大丈夫、正直な話。めっちゃ痛い。じゃあもうええって。ここへ、あかんって、動くから。そうやって、マジでいきなりガシャンとかせんといてな。セット完了。ちょっと待って、無理。ほんまになんか握っといたら、ほんまに水田くんの手伝いで。水田ちょっと。いくで。いきます。3、2、1。いった。いった。痛い。やめても今、触らんほうがいい。
わかんない。なんかりんちゃんかわいそうやん、この後マジで痛い。もう自分のターン終わったらシーンが変わる。お、開いた。いや、痛いねんけど、普通に開いてるやん、おめでとう。いや、痛いわ。はい、コウくんお疲れ様。はい、怖いわ。いなかった。かりんちゃんたちがめっちゃビビってんねん。怖いね、これマジで。痛かったらこれ投げるから。やっぱ一気にガシャンっていった方がいい。俺は最初セットって言ってたけど、うん、それはガチやん。もうちょっと動画のトーンじゃないの。これはちょっと動画のトーンじゃない。カットしたらええやん、そんな。絶対使う。後ろに隙間があって前が下手くそ。合ってる、全然めっちゃ下手くそ。そこで、あ、こうか。そう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 。はい、行きます。お、3、2、1。あ、外れた。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ごめんごめんごめん。ちょっと待って、やり直し、やり直し。え、勝てんで鳴ったわ今。鳴ってないよ。鳴ってない、鳴ってない。こうなった。ちょっと待って、首やろ。無駄にちょっと痛い思いしてビビったみたいな。はい、ということで、はい、まさかのかりんちゃん失敗。こんなことある？初めて見た。すいません。さっきから回ってたからもうガチで謝ってるから。いや、ほんまにな、やってもらった、やってもらった。明日な、泊まりに行ってさ、ナゴミやってあげ。明日また泊まりに行くわ。で、ナゴミがやってあげても、こうやってあげても、かりんちゃんもうかわいそうやから。いくらでも払うんです。はい、ということで、はい、今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバイ。バイバイ。開ける側ビビってたらやめた方がいいで。開ける側ビビってたらやめた方がいい。マジでやばい。